日本国の発展途上国化を食い止めるために。なお、この音声は三橋貴明本人のものではありません。倉吉市にいます。この地域は昨年10月には鳥取県中部地震、今年は豪雪と立て続けに自然災害に見舞われました。特に先月の豪雪は凄まじく、鳥取市91センチ、倉吉で61センチの積雪を記録。鳥取で積雪90センチに達したのは34年ぶりとのことです。ところで、私は昨年、全国民が豊かになる最強の地方創生を書いた際に鳥取に取材に訪れています。理由は、鳥取が日本で最もインフラ整備が遅れた地域の一つであるためです。何しろ鳥取市に高速道路ネットワークが届いたのが2013年でございますから、半端ありません。1998年に1658億円だった鳥取県の公共事業費は、2015年は531億円、3分の1の水準になってしまいました。こんなありさまでは、鳥取県の土木・建設サービスの供給能力を維持することなどできません。実際、昨年10月の地震の復旧・復興も遅々として進んでおりません。予算はついているのですが、業者がいないとのことでございます。業者がいないはもちろん、豪雪災害時も同じでございまして、除雪作業ができる業者がいないため災害が長引きました。当時、除雪作業ができる人は引っ張りだこで、時給2万円超を稼ぐことができたとのことです。無論、需給の問題なので、除雪サービスの供給能力を持つ人は豪雪時に稼ぎまくればいいのですが、問題は将来です。現在の現役の供給能力、つまり人材が引退していくと、最終的に鳥取県は除雪が不可能という事態になるでしょう。私は本エントリーを倉吉と鳥取空港を結ぶ片側1車線対面通行、真ん中にポールを立てた偽高速道路を走るタクシーで書いているのですが、土木や建設の供給能力が失われると、予算がついたとしても片側2車線の高速道路を建設することはできなくなるでしょう。業者がいないために、自分たちでは高速道路を建設することができない、すなわち発展途上国化です。日本の発展途上国化の問題は未来の話ではありません。すでに始まっているのです。なぜこんな事態になったのか、具体的に書くと、鳥取県や倉吉市が発展途上国化しつつあるのか、もちろん政治の問題です。鳥取市や倉吉市選出の石破茂議員は、地方創生担当大臣として15年11月24日に東京内幸町のフォーリンプレスセンターで会見し、以下の通り語りました。今まで日本で地方と言われるところを支えてきたのは公共事業と企業誘致でした。1960年代から70年代にかけて日本の地方が発展したのは、主にこの2つが果たした役割が大きいのであります。それから40年経って、地方は今非常に疲弊の状態にあるのですが、では公共事業と企業誘致でかつての活力を戻せるかといえば、極めて困難と言わざるを得ない。もちろん必要な公共事業はやりますし、宇宙産業、航空産業、先端精密機械、あるいは医療などの製造業は、これから先大きく地方で発展の余地があるし、発展させなければいけないと思っています。しかし、公共事業と企業誘致でかつてと同じような雇用を生み出すことは不可能だと申し上げています。例えば、鳥取市なり鳥取県が公共事業を増やし続けているにもかかわらず、経済の低迷や県民の貧困化が続いているならば、まだしも理解できます。とはいえ、現実には鳥取県は公共事業の削減を続けているのであり、石破大臣の地方は今非常に疲弊の状態にあるのですが、では公共事業と企業誘致でかつての活力を戻せるかといえば、極めて困難と言わざるを得ないには全く合理性がありません。むしろ、公共事業の削減を続けているからこそ鳥取県の疲弊は続いています。別に公共事業削減に全責任を押し付ける気はありませんが、厚生労働省のデータによると、東京都を1とした時の鳥取県の県民1人当たりの県民所得は 0.51、 鳥取県よりも低いのは高知県、沖縄県の2県のみです。それはまあ、ここまで交通インフラが貧弱では生産性を上げようがありません。
石破氏は鳥取県民が日本有数の貧しい県民であることに危機感を抱くべきだと思います。同時に鳥取一区の人々は石破氏に対し、自分たちの代表のくせに何やっているんだと怒りをぶつけるべきだと思うのです。それが民主主義というものです。安倍政権が緊縮路線を続ける以上、このままでは我が国全体に業者がいないが広がっていくでしょう。日本の発展途上国化を食い止めるためにも、日本国民は安倍政権に緊縮財政をやめろとの怒りをぶつける必要があるのです。日本国の発展途上国化を食い止めるために。なお、この音声は三橋貴明本人のものでは